はい、今回はこんな問題をね、考えたいんだけど、毎時間ね、0分と20分というふうに2本ね、電車が来る24時間営業の駅があったとしましょうと。で、そんなところにね、時間を知らないあなた、まあ多分ね、時計持ってないんだろうね。が、着いた時にね、次の電車が来るまでに待つ時間の平均は何ですかと。で、これが問題なんだけどさ、みんな解ける？で、今さ、0分と20分となってるんだけど、これがね、0分と30分と。時計で言うと、0分と30分となってたら、この問題ね、めっちゃ簡単なんだよね。つうのもさ、その場合ってさ、30分に1回、等間隔に電車が来るという話じゃん？だからさ、そんな駅にさ、ね、時間知らないで行った時に、ね、待つ平均時間はって言われたらさ、まあね、30分の半分の15分というのはさ、すぐわかるじゃん？で、0分と30分の場合がなぜね、簡単に解けるかというと、その背後にはね、対称性があるんだよね。でさ、数学の問題ってさ、対称性があるとね、解くのがすごい簡単になるというパターンが結構あって、今みたいにね、その対称な点が求める点とか、求める値とかいうパターンもあるし、あとはね、対称性があると、計算の時間がね、半分になると。で、対称な片方をね、計算しとけば、あとはね、それをね、2倍すれば全体の値が求まるとかさ、まあ、そういうパターンもあるんで、数学の問題ね、解くときは、まあね、対称性があるかないかとかいうのをね、注目するのは、ね、一つのいい習慣だと思うんだけど、ただね、今回、ね、0分と20分ということで、その対称性がね、壊れちゃってるのね。そんな場合に、どうやってね、求めたらいいかと。で、こういうのってさ、解ける人はね、すぐ解けんだよね。たださ、ね、こういう問題、解いたことないとかさ、類題もね、解いたことないとかさ、あとね、解き方、全くね、アイデアがないと。どっから手をつけていいか分かんないという人はさ、ちょっと考えるとさ、作業ね、投げたくなるということも多いんだけど、ただね、俺的にはね、そういうのってすごい惜しいなと思ってて、つうのもね、まあ数学のさ、問題ってさ、ね、正確に答え出さないとバッテンになるとか、いうのはあるんだけど、まあまあまあ、現実的にはさ、このね、平均時間なんてさ、別にね、超正確に求める必要ないじゃん。まあざっくりさ、何分ぐらいとかさ、いうのがさ、分かればさ、まあ OK なわけじゃん。まあさ、何ミリセカンドまで、ね、正確に求めなくてもさ、別にね、支障はないよ、というパターンがほとんどで、だからさ、今回も、このね、平均時間、正確に求めんじゃなくて、ざっくりでいいと。言ったらさ、ね、さっきね、サジを投げかけようと思ってた人も、ね、やる気になったかな、と思うんで、ちょっとね、今回は最初、ざっくりでね、求めてみましょうと。で、プログラミングできる人はさ、こういう場合はね、シミュレーションするというのはね、一つの王道パターンで、まあ、今回ね、Python で書いてみたんだけど、ね、待ち時間の関数 W つのを用意して、時間 T の時に駅に着いた時に待つ時間はつのを返すことにして、まあ実際ね、この関数つのはね、バグがあるんだけどさ、T イコール0の時に20が返るということで、まあその辺はね、実際ね、やるときは修正してほしいんだけどさ。まあ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 、でもね、時間0ぴったしに駅に着くことはね、現実的にはありえないと。いうことかもしんないんだけど、まあね、それをね、試行1万回して、で一応な乱数をね、発生させて、ね、平均時間計算させると、だいたいね、16.53 分。だからね、結局ね、16分、ね、30秒ちょっと、というふうに答えが分かりましたと。で、現実的にはね、それで OK と。いうことで、で、俺ね、思うんだけどね、プログラミングね、勉強するね、大きな要因の一つっていうかさ、はね、このシミュレーションが書けるようになるというのはね、大きいんだよね。つうのもね、難しい問題でもさ、結局ね、シミュレーションして、試行回数ね、1万回とか2万回とか10万回とか、やっていけば、ね、ある程度の近似値は出てくる、と。いうことで、これがね、プログラミングをね、勉強する利点の一つかなと、個人的には思ってんだけどね。ちゅうことで、シミュレーションね、やることで、16分ちょっとと半分ぐらい、まあ、半分から後半か、つうのはわかりました、と。今さ、ここでさ、一様なさ、乱数をね、使ってんだけど、よく考えたらさ、別にね、一様なね、乱数はね、使わなくてもいいと。で、一つのアイディアとしては、一様分布の乱数じゃなくてもね、よくて、ね、人をね、N に今6人用意して、それぞれの人がね、0分、10分、20分、30分、40分、50分という時間に、駅にね、着いた時に待つ時間をね、平均値求めればいいじゃんと。で、そんな時にね、待つ時間は0、10、0、30、20、10ということだから、この時に、ね、待ち時間の平均値は、つうと、11.666 というふうになりますよ、と。
で、今さ、これさ、N が6だからね、Python の、ね、シミュレーションとは全然違う値が出てきてんだけど、まあ、この N ってさ、別にね、増やせばいいじゃんと。で、まあ、N イコール6の時の、さっきのね、待ち時間のグラフがこんな風になってて、ね、じゃあ N イコール60にしたらどうなりますかと。言うと、ね、60人の人が待つ時間はこんな風になりますよと。で、これをね、足し合わせて平均値を求めると。そうすると、16.1666 ということで、16分ちょっとということでさ、ね、最初にさ、シミュレーションした値にだんだん近づいてきたと。で、まあ一番上のさ、このね、式っつのは、数学的に書いただけなんだけど、ね、待ち時間関数をね、W として、それをね、60人分、今ね、N にしてあるんだけど、全部足し合わせて、その値を最後に N で割ってると。まあ、こんなね、式になりますよ、と。で、これを具体的に N イコール60で下でね、計算してる、という話なんだけど、これってさ、結局ね、思考実験だからさ、N は60じゃなくてもさ、600でも、6000でも、6億でも、600億兆とかさ、よくわかんないけどさ、子供っぽいけどさ、にしてもさ、できるわけじゃん？で、それをさ、やってみると、まあね、こんな風になるよね。で、これね、計算するんだけどさ、ね、リミット N 無限で飛ばして、と。すると、結局これってさ、60分の1の0から60のさっきの待ち時間関数 W を積分したものじゃん？で、それって何ですかって言うとさ、積分は結局ね、面積じゃんと。で、この場合の面積っていうのは三角形の面積じゃんと。この二つの三角形の面積、足し合わせて60で割ることに他ならないと。今三角形って、底辺かける高さ割る2だから、20×20 割る2、40×40 割る2とやっといて、最後にそれを60で割ると。そうすると3分の50っていうのが出てきて、16.666 という風になって、ね。666っつうのはさ、3分の2だからさ、何？秒で直すと40秒ということで16分40秒というね答えが出てくるんだけどさ。で、今の議論一般化すると、ね、一般に関数 F の平均値っつうのはこういうふうに B-A 分の1の A から B の積分 F というふうに与えられますよというのがわかるよね。で、今回ね、この F っつのをうちらはね、待ち時間関数 W を使ってる、と、まあ、いう話なんだけどさ。で、今回さ、まあね、最終的に正確なね、値が求まったんだけど、まあね、現実的にはね、ざっくり、まあ、近似値で言おうというパターンがほとんどで、みんながさ、数学の問題ね、見て、全くわかんないとか、いう時でもさ、まあ、俺的にはね、近似値でもいいからね、求めてほしいなと。そうすることによって、今回みたいに、なんかね、正解にね、通じる、なんかね、光が見えてくるとか、いうこともね、結構あるんで、そういうのね、試してほしいなと思うんだけどね。ちゅうことで、今回はこの辺で。バッバーイ。